中葛羅西山は、金剛山の南に位置する標高937.7メートルの山であり、金剛山地に属している。山頂は、大阪府早赤坂村と奈良県五条市の境界上にあり、金剛井小牧泉国定公園のエリアに含まれている。金剛山に近いながらも、登山客が少ないため、静かな山歩きが楽しめるとして、一部のハイカーには人気がある。 山頂付近の奈良県側は、低木や熊笹が大量に群生しているもの高い木は、少ないため、長房が当てている。その笹やぶの中に、山東三角点が設置されているが、この場所は、実際には、中桂木山の最高点ではなく、それよりやや低い位置に存在している。なお、この記事では三角点の位置の標高を、山の標高として表す。一方、大阪府側は、 植林された杉徳マザサの山林が広がっており、眺望は一切効かない。山のすぐ北東にクルヤ峠があるため、登山者は標高差60メートル少々をわずかな距離ではあるが、かなりの急勾配を登らねばならない。登山者の多くは、この山のみに登頂することはなく、ダイヤモンドトレイルを金剛山方面から新福山、君峠方面へ重走する、あるいは、 千早赤坂村にある金剛山、ロープウェイ前はステーから、クルヤ峠へ登り、一度、この山へ登頂した後、再度金剛山へ向かうといった登山を行うものが、多い。また、クルヤ峠までは、五条市昭和町からの登山コースもある。なお、金剛山地を重走する、自然歩道である、ダイヤモンドトレールは、最高点付近を通るが、三角点を通過してはいない。 ABCD 中桂木ラギ山中桂木ラギ山 ABCGPS での実測では952メートルと出ている。また国土地理院の地図にも標高950メートル以上960メートル未満の場所が山頂付近に存在していることが地形図に出ている。山レコ中桂木ラギ山広報5条山岳救助訓練の実施国土地理院の地図。 ありがとうございます。